はい、どうもこんにちは、あずかいと申します。昨日遊園地行って足怪我しました。乗ったアトラクションがね、すごいちっちゃい子供用のアトラクションみたいな感じだったんですけれども、そこに大学生の友達2人とぎゅうぎゅうに乗って降りるとき、思いっきりすねを機体にぶつけ、普通に怪我、めちゃくちゃ痛かった。そんなことはさておき、皆さんバカな行動したことありますでしょうか。まあ簡単な話、僕の場合だと青い仮面をつけて YouTube 撮ってバカなこといっぱいしてます。まあそんな感じでね、今回の企画はみんなのバカな行動を募集してみたでございます。今回こちらインスタグラムで募集したんですけれども、僕私インスタやってないから今回のやつ応募できなかったって方は安心してください。そういう方々はこちらの動画のコメント欄に自分が実際に行ったバカな行動たくさん書いていていただければなと思います。その次に高評価、チャンネル登録をポチポチって押していただけると私大喜びいたしますので、お忘れなく。バカな行動ってなんだって感じなんですけど、例えばね、あそうだ、リビングに充電器置きっぱなしだから取りに行こうってリビングに向かったら、あれ俺今何しにリビングに来たんだってなみたいな感じ。そんな感じでね、そろそろ本編のやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ツイッター閉じてメモ開こうとしたのにまたツイッター開いちゃったってのを3回繰り返したこと、まあこちらよくあることですね。典型的なツイハイと呼ばれる人物でございます。当然僕もこのようなことを常日頃から繰り返しておりますよ。例えばツイッターを閉じてネタ考えようとメモ帳を開きますが、思いつかずにまたツイッターを開くなんてことが1日に10回はあります。鬼ごっこでわざとこけてタンマーとか言ってたら足骨折してたこと。やっぱズルするやつはね、たとえ遊びだろうと痛い目を見るんですね。いいな、こういう鬼ごっこでわざとこけたら足骨折してましたなんて、そんな面白い自虐ネタないよ。北朝鮮に自ら行く。いや、やばすぎる。脱北ならぬ。入木。がっつり起きていたのにバスを乗り過ごして目的地より3キロ先まで運ばれた。スマホに集中してたりするとね、こういうこと起きるよね。田舎の電車なんかでこれやった日にはもう終わりよ。次の電車何十分後とかなんだから。俺はね、2、3回くらい田舎で電車乗り過ごしたり、田舎で終電を逃して次の日始発で東京に帰ってきて中間試験を受けるみたいなこともありました。もうね、生まれてから東京に住んでると田舎なんて絶対住めないんだろうなってめちゃくちゃ思いますよね。俺が本当に田舎で生活始めますったら3日くらいで死ぬと思う。死因はイノシシに殺されるとかかな。安いという理由だけで片道1時間半かけてカラオケに行ったこと、それも2回。労力を考えたらギリ赤字。鉛筆を上下どっちも削る。小学生の時にやってたわこれ。片方丸まってきたらすぐにもう片方使えるからラッキーとか言って、目に刺さったら危ないからやめろって親に言われてすぐにやめました。なぜか推しのアクスタかじったことあります。なんで推しめちゃくちゃ美味しそうだった。でもさ、なんかの大会で優勝して1位の人が金メダルかじって写真撮るみたいなことあるじゃん。それと一緒なのかな。授業中にしたこと、前回もいなかった保育園でしたやつ流行ってんのか。道徳を学べ。ブリッジしながら発狂して移動すること。何これ、もうエクソシスト。英語で7点取ったこと。シンプルに学力でバカなパターン。でもね、わかるんすよ、俺も英語苦手だから。未だに大学生になってもなお英語という教科はついて回るんですが、相変わらず苦しめられてるし、なんなら中学生高校生の時よりも勉強してないから何もわかんないよね。俺がわかる英文なんつったら I can't speak English だけだもん。パピコの上のとこちぎって本体捨てる。まあ、パピコって言ったらあの上の部分についてるちょっとしたアイスが本命みたいなところあるからね。ノリで女子の靴の香りを嗅いだこと。確かにこれはバカだわ。嗅ぐならノリじゃなくて本気で嗅がないと。天井にゴキブリがいるのにその下で寝ること。これ、ウミガメのスープみたいじゃない？天井にゴキブリがいるのにその下で寝れたのはなぜって問題で、答えは自分もゴキブリだったから的なさ。ウミガメのスープわからないと伝わらないかこれ。朝のランニングついでに友達の実家に突撃しました。朝5時半です。小4の土曜でした。その日の夜、友達はお母さんにもうあの子と仲良くするのはやめなさいって言われてるんだろうな。学年一番のイケメンでメイド姿を妄想していたことを口が軽い友達に言ったこと。この後何が起きたか容易に想像できるね。ご愁傷様です。落とした箸取ろうとしてもう片方も落とす。確実に自分が悪いけど怒りのボルテージマックスにならない、こういう時って。不細工の中二病。こんなに悲しい7文字ってあるか。中二病なんて誰でも通る道なのに、そこに不細工がついただけでもうめちゃくちゃ痛い存在みたいにならん。ズボン反対に履いて学校行ったこと。大丈夫、俺も小学校の授業参観の時洋服前と後ろ逆で着てたから。体育の後で結構時間がなくてめちゃくちゃ急いで着替えてたから全く気づかなかったんだよね。でしかも授業始まって20分くらい経ってようやく気づいたの。小学生の時ってさ、ここら辺に名札をつけるじゃん。ふとこう触ったら名札がどこにもなくて、まさかって思ってこうやって見たら、あ、洋服
前と後ろ反対だってなって、そっから記憶ない。テストノーベンでいけると思い込んでたこと。これテスト始まって冷静になってからわかるんだけど、いけるわけないんだよね。赤信号で友達と渡って二人とも引かれた。二人もいるなら片方は疑問に思ってほしかった。お店のショーケースの中にあるフィギュアのスカートの中を頑張って覗いてたこと。情けない。なんか悲しくなってくるわ。やめてよこういう、本当にバカというかもう、日本人として恥ずかしいぞ。カラスが僕のせんべい狙ってて、せんべいに触るなと書いた紙を添えた。見事に持っていかれました。カラスの頭の良さを信用しすぎだ。さすがに文字は読めない。あと読めてたとしても持ってくと思う。学校のお泊まりで夜先生が見回りに来るかもしれないのにもかかわらず全裸で寝てるやつ、かっこ女子。下の僕、学校の先生目指します。はい、今から本気で勉強して学校の先生を目指します。友達が俺の生き様を見てろと坂道を走って盛大に転んでめっちゃ泣いてた。それがその友達の生き様なんだ。俺感動して涙が出てきたよ。預かりの LINE スタンプをスタレンして女子に嫌われたこと。責任取って。これ俺が悪いのかな。スタレンするやつなんて大体ろくなやついないんだから君が悪いと思う。学校ごっこの先生役でうんちとうんこの違いを教えた。うんちとうんこって違いあるの？なんか今ので思い出したけど、昔コロコロコミックで連載されてたマジで真面目くんっていう漫画でそんな感じの話あった気がするわ。コロコロコミック懐かしい。デュエルマスターズめちゃくちゃ楽しみにしてたもん。レッドゾーンとかガイギンガとかグレンモルト、ドギンダム X とかね、めっちゃ楽しかったな。今ではポケモンカードやってます。友達にアーズカイのチャンネルを勧めてしまったこと、マジで後悔してる。おい、どういうことだよそれ。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。今回の動画結構短くなっちゃったけどごめんね。その短くなった理由は完全に私事ではありますが、最近ショート動画を毎日投稿していたり、大学の中間試験がめちゃくちゃ近くに迫っていたり、昨日丸一日遊んでて今日超眠くてめちゃくちゃ体がしんどいっていうのもありまして短くなってしまったんですけど、もうごめんなさい。たまにはそういう時もあるということでね、お許しいただければなと思います。たくさんバカな行動ありましたね。中には車に轢かれてる人もいたので、皆さんは気をつけてくださいって感じで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。最後になりますが、高評価、チャンネル登録、たくさんのコメントお待ちしております。うだてみたチャンネル、サブチャンネルの登録もお忘れなく。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。この後ショートもめちゃくちゃ撮ります。頑張ります。